はい、えー、情報が生命線っていうのはね、ほんとその通りで、もはやね、あの、情報に対してお金を払う人と、情報に対してお金を払わない人っていう風に二つに分かれちゃいましたね。で、もっと言うと、ゴミみたいな情報にお金を払って、いわゆる騙されちゃったっていう人も、第三の勢力としているわけですよ。ですんで私たちは、無料の情報に集まる人っていうのは、やっぱり無料の情報に集まる人なんですよ。 で情報に1万円払える人のグループっていうのはみんな1万円払える人なんですよね、まあ、そういう背景なんですよじゃあ情報に10万円払えると年間で情報ってものに数百万払ってる人もいると思いますもしくは数百万円分の情報価値を作り出せる人もいると思うんですよじゃあどの道を選んでいくのか昔は工場とオフィスの仕事しかなかったんで大きく分けてオフィスの仕事がしたいなら大卒 工場の仕事がしたたいんだったら中卒高卒高みたいな大雑把な区分けしかなかったです。あとはスポーツ選手とか芸能人みたいなね、ちょっと本当のごく一部の人が行く道ですよね。でも今は情報が手に入るんで、どの道に進むんだったら何をやればいいかっていうことが分かるんですよね。もうルートが指し示されてるわけですよ。ですんで情報の量が選択肢の量になってくるわけですよね。なんかね、すごく皮肉な話なんですけども、ラーメン屋を経営するよりも、 どのラーメン屋が美味しいかっていう情報を扱っている人の方がリスク少なく莫大儲けるってことができますよねだってラーメン屋をやってる方としてはたまらないですよ。一生懸命ラーメン作ってリスクを背負ってやってもね結局美味しいラーメン屋を紹介するサイトにはかなわないわけですからね。情報の価値が実物を上回ったそんな一端が見えるんじゃなかろうかと思います。